ちゃ。こんにちは。豊さん、今回は広島カープ。そうだね。はい、新戦力と開幕の予想オーダー。うん、はい。はい。まず新戦力からね、はい、バード投手。バード投手。うん。まあ、左ピッチャーなんだけど、はい、ちょっと体の開きが早いんだよね。まあ球速はそこそこあるんだけど、はい、ちょっと体の開きが早いんで、よく言われるボールの球持ちが悪い、はい、球が早く離れる、まあ、スピードは出るんだけど、はい、なんとなくこうスピードがよりは遅く感じてしまうという、まあ、そういうピッチャーかなっていう、まあ、映像だけしか見てないからねちょっとわからないけども、はい、まあ、そういうところが言えるかなという。でツーシームスライダーが変化球の主で、でメジャーの成績がやっぱりあまり良くないんだよね。まあそれはやっぱ体の開きというか、やっぱ球持ちが悪いというかね、まあそういうところの結果かなという、まあそんな感じがするんだよね、はい、でもう一人、はい、右ピッチャーで、はい、ネバラスカス、ネバラスカス投手、はい、うん、で勝った変化球は、はい、まあ、カットボールだよね。それとカーブ、はい、で角度、やっぱすごく身長の高いピッチャーで、はい、まあ、角度があってね。でメジャーの勝ちはリリーフでの1勝しかないんだけども、はい、だけどこのピッチャーを見てるとカーブがすごく特徴的で、はい、大きく曲がるんだよ。うん、まあ、言えばその同僚の森下みたいな、そんなカーブを投げるんだよね、うん、まあ、あそこまでは抜けないけどさ、はい、まあ、おそらくナックルカーブみたいな感じなんだろうけども、うん、大きく割れるカーブを持ってるっていうことは、はい、今その主流が小さな変化から多少大きな変化になってきてるんだよね。これなんでかっていうと、うん、まあ、アッパースイングじゃないけどもさ、まあ、そういうスイング軌道になってきて縦割れのカーブが有効的な球種になってきてるって言われてるんだよね、はい、だからそのボールを持ってるっていうことは日本で投げたらひょっとしたら化ける可能性があるかなという、うん、まあ、メジャーでの成績もあんまり良くはないんだけどさ、はい、だけどその球種がこの投手の生命線になってくる可能性もある、うん、だから非常にどっちに転ぶかは分からないけども面白いうん、存在になったらいいなっていうふうに考えてる、うん、でもう一人はクロンという内野手なんだけどね、はい、で右打ち、はい、これはね軸がしっかりしててパワーがかなりある、うん、まあ、DeNA のオースティンに、まあ、意外とこう打ち方が似てるかなというね、うん、まあ、そういう選手なんだけども、はい、3A の成績、はい、2018年104試合に、出場して、はい、3割飛んで9厘、22本塁打、はい、97打点、はい、その 3A の成績を見てると安定感もあるし、うん、パワーも見せてくれてるし、はい、まあ、勝負強さもあるという、うん、でただし2020年、はい、メジャーでは8試合でノーヒットに終わってるんだよね、はい、でそれから8試合ぐらいしかおそらく実践できてないと思うんだよ。マイナーの試合っていうのはコロナの影響でやってなかったんで、はい、だからそこら辺のその試合感というものが非常に取り出さされるというかさ、はい、まあ、心配な部分ではあるよね。うん、なるほど。でそのクローンを入れた新しい横田、はい、ちょっと発表、ちょっと考えたから発表したいと思いますが、はい、開幕の、ね、予想オーダーですね。開幕の予想オーダーね、はい、1番、はい、ショート田中、はい、2番サード堂林、はい、3番センター西川、はい、4番ライト鈴木、5番ファーストクロン、はい、でまあ、松山もカッコで入れてるけども、はい、でキャッチャー相澤、はい、で坂倉も入ってる、はい、で7番レフト長野、はい、で8番セカンド菊池、はい、で9番ピッチャー大瀬良、はい、ということになってるんだけども、はい、まあ、ショートの田中で開幕カードが中日なんだよね、はい、で大野が開幕を回避して次のカードの巨人戦に行くんじゃないかっていうふうに、まあ、ちょっと記事にもなってたんだけども、はいはい、これをどうするかでおそらく開幕カードっていうのは、はい、開幕の
打線っていうか打順が変わってくる可能性があるんだよね、はい、まあ大野が投げるとまあ田中よりも長野の方がいいんじゃないかっていう1番、だから7番と1番を変える可能性があるということだよね、はい、でサードの堂林2番に入れたけども、はい、意外と知られてないのがまあ知られてるか意外と盗塁できるんだよね、うん、だから2番とやっぱ堂林昨年から右打ちが非常にうまくなってるという、はい、だからつなぎのバッティングもできるということで、うん、2番に入れると非常に面白い存在になるかなという、うん、でファーストのクロン、はい、まあ4番は鈴木はね、まあ、西川もそうだけども、まあ、ここら辺はやっぱり 3,4 番でやってくれなきゃいけない選手、はい、で5番にファーストクロンって入れたけどもクローンがもしダメであれば松山が控えてると、はい、ね、はい、で6番のキャッチャー相澤、うんうん、これはピッチャーの大瀬良昨年故障でいなくなり、はい、まあ、今年の開幕投手を務めるのかどうかわからないまだね、はい、で森下っていう線もあるんだけど、はい、開幕投手で、はい、森下になってくると坂倉がマスクをかぶるんじゃないかなという、うん、なるほど、ただまあ今年の場合は6番ぐらいでキャッチャー相澤と坂倉が競い合うんじゃないかなというふうに、うん、でまたその相澤が6番を打ってくれるぐらい調子を上げてくれないと、はい、まあ、この打線も厚みが増さないということで、うん、だからその坂倉っていうのは十分、まあ、昨年のバッティングをしてくれると、はい、6番ぐらいには収まってくれると思うし、うん、はい、だからこのキャッチャーがやっぱポイントを握ってくるかなというこの打線の中ではね、うん、もちろんクロンというのもやっぱりやってくれなきゃいけないんだけど、うん、内野の守備はまあそこそこだしね、うんうん、だからまあやってくれると思う、はい、あとはまあ菊池を8番に入れてるけども、はい、まあ調子が上がればやっぱ菊池2番というものが、うん、まあ本当は理想的なんだよね、はい、ただその波がある選手だときにやっぱ2番打たせるとやっぱちょっと安定感が欲しいんだよね、田中と組ますと田中もまだちょっと信頼できるところがなくて、はい、まあ、本当は実力者なんだけども、はい、だからちょっとバッティングの状態が非常に、はい、昨年も後半上がってきたけども前半全くダメで、だから 1,2 番が安定してくれないとやっぱこの3、4、5につながらないということから考えると、はい、やっぱり 1番にまた例えば西川をまた入れたりだとか、はい、まあ、大騒動になるんで、だから1番のショートの田中がやっぱりこう安定してくれるのが1番だし、はい、優勝するにはね、はい、で菊池の2番というのがやっぱり理想的なんだよ、うん、だからここら辺のその田中と菊池のバッティング次第で順位が大きく変わってくると言っても過言ではないかな。なるほど、うん、はい、あとはやっぱこう西川、鈴木、まあクローンはどうか分かんないけど、はい、松山を使った時で6番に相澤、坂倉って、はい、やっぱ勝負強いバッターが続くだけに、うん、まあ、1、2番の出塁率、まあ、ここら辺がやっぱ今年の広島の鍵を握るかなっていうふうに思ってます、はい、はい、ね、まあ、選手はね、野手っていうのは非常に面白い選手が、はい、多く出てきてるし若手もね、うん、成長してきてるしね、はい、だからあとはやっぱピッチャーの整備、うん、まあ、ここら辺がうまくいくと、まあ、大瀬良がね昨年ね途中で離脱して、はい、森下と栗か、はい、2人で頑張ってたというような状態だったんで、うん、だから、まあ、そういうところがね、大皿がしっかりし、エースの働きをすれば、まあ、相乗効果で非常にこう上がってくるかなっていうふうに、うん、まだまだその3年連続優勝した時の経験値もあるしさ、はい、選手の中にね、はい、だからピッチャーさえちょっと頑張ってくれれば、はい、優勝争いに絡んでくるんじゃないかというふうに期待してます、はい、ね、頑張ってください。はい。